境さんとの塩川哲也です。今日はあの貴重なご意見いただきありがとうございます。あの私今日はあのお聞きしたいのはまずあの吉川参考人と鈴木参考人に、この間の原子力規制委員会における、東電の原発運転の適格性の問題について、先ほどの安倍委員からもご質問ありました。関連してお尋ねしたいんですけれども、私はやはり、この原発の事故の問題をめぐってはまだまだあの解明されていない問題がある。その点では、新潟県において、検証委員会が立ち上がり、米山知事が3つの検証が必要だということを述べています。事故原因の解明であり、あの避難の問題についての検証が必要だ。それからあの事故による健康への影響や避難生活などについての検証が必要だ、こういう3点での検証が求められているということを述べているわけです。やはり事故原因についても、あの地震動による重要危機への影響はどうなっているのか、この間の裁判で言えば津波について予見できていたのではないのか、こういう問題もありますし、新潟県の検証委員会のその指摘の中で、あのメルトダウンにかかる東電のマニュアルが存在していたということが、こういうことでも明らかになってきたわけで、まだまだその究明解明検証は途上だということも示していると思います。そしてそこであのお尋ねしたいのが、やはりこういった事故原因の検証、またあの広域の避難計画の実効性の検証、事故による健康や避難生活への影響の検証、これらがまだ途上であるにもかかわらず、東電の原発運転の適格性の判断は本当にできるのか、率直に思うんですが、その点についてのお考えをお聞かせいただきたいということと、あとあの増田参考人にお聞きしたいのが、やはりあの議会におけるこういったの行政監視、日本は問題ありというご指摘があるということで、この点についてもやはりどうするのかということが問われているところだと思っております。やはりあの課題は何なのかと、どうすればよいのかということについてお考えあればぜひお聞かせいただきたい。現状、国会においても例えばの会計検査院を活用するという点で、報告を求めるような、こういう点での改善措置も行ってきたという経緯もありますし、またやっぱり国会図書館というのがナショナルライバルリーというだけではなくて、そもそも国会議員補佐をするという、大きなシンクタンクとしての役割を持っているわけです。そういったもののより積極的な活用などもあり得るのかなと思うんですが、その点での、日本における議会の行政監視機能を高めていく、その点で求められていることが何かということについてお聞かせください。はい、じゃあ、はい、参考人ご質問ありがとうございます。東電の適格性の問題については先ほど申しましたように、避難計画の部分については私が疑問を持っていますが、それ以外の部分についてはですね、あの規制委員会で議論しているわけで、私はそれ以上の知識ありません。有識者でありますけど、なぜ有識者かというと専門バカだから有識者なんであって、知らない部分は無識者なんですね。むしろ私の専門はあの電力の歴史でありまして、そこの技術的なことについてとやかく言える立場ではありません。それとちょっとご議論で私あのやや違うなと思ったのは、今の議論の立て方だと永久にあの事故の検証は済まないという形になると思います。そのためにバックフィットという制度があって、あるところで危険性の最小化で規制委員会が OK 出したら OK が出てくると思います。でその判断が新しい知見が出て間違ったらまた原発止めればいいわけでありまして、あの永久の暫定基準でありバックフィットという制度だと思いますので、あの完璧な形にまで検証が行われないと結論が出ないという立場はちょっと違うんじゃないかなと、そういうふうに思います。以上です。鈴木参考人。はい、今の吉川さんのご意見近いんですけど、まず私整理しますとですね、柏崎刈羽が規制基準を満たしているか否か、これはすでに規制委員会は OK 出したわけですね、昨日。で2番目に、満たしているけども、柏崎刈羽は満たしているけど、東電が福島事故を受けて反省をして、ちゃんと安全第一の組織になっているかどうかというのが、今、規制委員会が判断を保留したと。
でこれは大変大事な判断基準でありまして、私は規制委員会の判断を評価したいと思いますが、これをその理由としてですね、今の、吉川さんのご意見と一緒なんですけど、事故の検証が全部終わるまで待ってればいつまであってもなかなか難しいと思うんですね、これ判断するのは。最初に例えばスリーマイルアイランドの時のアメリカの議論なんか来てますと、事故を反省してそれをちゃんと発電所の安全管理に反映できる仕組みができるかどうか、これが大事なんですね。でこれは当時は組織の改善とかですね、規制 のメンテナンスの方の規制を入れるとかですね、仕組みがちゃんとできるかどうかということを、誰かがチェックするという意味、そういう意味ではですね、アメリカの場合にはインポという組織ができて、作業界全体で PMI の事故の反省をするというのが、明らかにきちんとなってきたということが大きかったわけですが、私は東電だけではなくてですね、果たして本当に福島原発の事故を教訓を踏まえて日本の電力原子力全体が教訓を学んでいるかどうかという方がむしろ大事だと思うんですね。そういう意味では日本でもですね、インポに習ったような組織、ジャンシーといいますか、原子力安全技術協会できてますけれども、特に確かに東電が大事だと思うんですが、事故の検証を待つまでもなく、事故の教訓を踏まえて新しい組織にして、根本的に原子力発電に対する態度を変えると、これがちゃんと見えないとですね、多分これが新潟県が検証委員会を作った理由だと思うんですが、これがはっきり見えない限り確かに再稼働についての不安が残るというのはあると思います。ただ私は規制委員会 の今やっている全体的な活動については評価していますので、さっきの2番目のポイントで、規制基準は満たしているけれども組織として、どうかということについて今判断を保留したということで、もし規制委員会が OK 出せばですね、私は再稼働していいと。あと避難の問題は別にありますけど、これはまた別の問題ですね。増田さん、増田委員、増田参考人だ。ご質問ありがとうございました。ご質問は日本の議会の行政監視を高めるために必要なことは何であるかという話であったかと思います。でこれと日本のみならず世界の諸外国、大統領制を取るのであれ、議員内閣制を採用しているのであれ、さまざまなその、そのいろいろな仕掛けをですね、研究者もそれから、政策決定者も、議論をして今でも進めていると思います。で日本におきましてもこれまでも、制度論の中で会計検査院の機能をどうするのかであるとか、立法補佐機関、国立国会図書館もその中に入ってまいりますけれども、そうしたものを、どのように、していくのか、それから、行政府の中になりますけれども、総務省、行政評価局といったかつての行政監察を行っている機関の機能をどのようにしていくのか、今までも数々の、議論がなされ、そしてその一部が実行に移されたというふうに考えております。で今後 これらの制度が例えば、政策評価が2001年に導入されましたけれども、その政策評価がどのような機能を発揮しているのかということを、政府として検証した、つまり、議会が主導して検証したということは、今までは起こっていないのではないかと思います。ですので 今国会を取り巻くさまざまなその政策情報を提供しているところがどんな情報を出して、でそれが議会にとってどのようにその、判断できるのか、どれだけその有用な情報として、機能しているのか、そうした検証を行うことは重要ではないかと思っています。直接のお答えになっているか分かりませんけれども、この評価を評価するまたは、政策情報を出している組織の情報の出し方を、検査する、なんていうか、調査するといったことは不十分、まだ不十分ではないかなというふうに考えております。中野